撮り始めたら移動始めました。めっちゃいいペンペンでして。シュリした後、お腹を見せてゴロゴロしています。なでなでできた。本当偉いね。すぐは逃げ腰だけか。ハンモックからすぐ降りてきたの。うん、そうそう、すごいね。外に出たいんだと。そうか、何回もすぐ出たいんだ。でもなでなでさしてね。そうなの。それで慣れてからね。出てもいいんだけど。ガリコさんね。はい、トレのトイレの中ですけど、なでなで中。はい、うんうんうん。はい。どうする出る？はい。今ね、ハンモックの上に行った時にもあそこからは逃げきれないから、ハンモックの中で撫でてたのね。そしたらちょっとその余韻が多分あるんだと思うんだけど、一回でも撫でさせてくれました。はい、皆さんどうぞ。じゃあ外出るとね、なでなでされるちゅうことだけはね、頭に置いといてね。ほら、みんなこんな感じ。
ションちゃんおいで。じゃあ、普通に通っていく人がいる。あれトイレの中だといいな。なんかトイレの中さ、アンジュちゃんにとってのさ、なんかリラックス場所みたいな感じでさ、うん、トイレの形をしたベッドがいいのかな、この人は。フラフラする。いいのね。ここだったらいいのね。ちょっと深めの猫ベッドとかあればいいのね。そうだね。アンジュちゃん変わってる。それだと匂いが臭くなるよ君。そうなのよね。なんか知らないけど、一旦その中入ってから遊ぶとかこんな感じなんだよね。はい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 。うん。前はさ、ラブくんがカメラを何回もぶつかって倒すんだけど、今はチャコちゃんの役割になったね。そうだね。シオン君にしたあととかしてもらうね。はい、アンズちゃん、いいかいいか。はい、外に遊びに出なさい。
迎えに来た。ポンちゃん外でね、毛づくろいしな、匂いがでついちゃうよ。せっかく美人さんなのに臭い臭い美人になっちゃう。なんで通り過ぎるの？アンジュちゃん、臭い臭い子になっちゃうよ。そんな風になってるとお風呂じゃないんだよ、アンジュちゃん。くしゃくしゃにゃんにゃんになっちゃうよ。
腹見せた。お腹。でも体中粉だらけ。遊んどいで。おいで。おいでちゃん、おいで。出た。